はいどうもパ委員長ですじゃあ今日はねまず最初はこのコラボ問題なんかこの小池百合子、うん、東京都知事からのこのコラボ問題の件がねかなりの数記事が飛び交ってますよね、うん、まあいろんな方が、まあ、コメント発していたりまあ小池さんにかかわらず、うん、このコラボの件の動きなんかもね、うん、含めると相当な数飛んでるんですけども 何があったかどうううでしょうねもうマスコミはもう基本的にこれには触れちゃいけないなんか通達でも回ってんのかよっていうぐらい全然スルーですよね。うんそもそも政府がねこれどうにかする気もうないっしょ。ねそれはそうですよね向こう側だもんね甘い汁吸ってた側のやつらばっかりだからそらあの触れるわけないんですけどもえ国会で NHK との浜田さんぐらいじゃないですかね。うん で、まあ、じゃあまず最初はね、例えばこの小池都知事、ねこの都議会ですよね、このコラボ問題、がん虫ですよ、完全スルー、だからもう都知事も、まあ、政府がグルなんだから、都知事もグルですよね、だから日本政府も東京都も、だからまあ政府も自治体もグルですよ、基本的には、うん、だから触れたら都合悪いから触れないんじゃん、そういうことですよね、うん。 っっていう話があったりとかで、まあ、そんな様子を見てね、例えばひまそらさんとかね、えー、何なんだよと、やっぱりかよと、うん、勘弁ならんという感じで、まあ、激怒する人が、まあ、あとひろゆきさんとかもね、オ、う、ン、ん、やみたいな感じで、えーまあ、からかってるというよりは、ツッコミ入れてる感じですけどもね。うん、で、まあ、東京都、ね、この業務委託。 からこの補助っていう格好にこの変えるんですよね委託じゃなくてこの補助に改めるんですけども。うん。これがもうそもそもね、うん、あの、なんていうのかな、まあ、説明を求められたりとか、まあ、自民党のこの川松さんとかね、うん。そもそもなんかこう、怪しいぞと。うん。まあ、なんかこう、そもそもこれで、こんなんで、ね、決着、ね、勘弁、 そういう問題じゃねえよと。で、例えば、まあ、元官僚の方がね、まあ、この委託からこの補助、えー、補助金に切り替わること自体は、基本的には悪いことじゃないんですけれども、で、それがなんでかっていうと、この国の補助金が入るとなれば、この補助を受けたこの事業者、えー、補助金この適正化法の対象になる。だから、今までのこのどんぶり勘定、 うん、あオッケーオッケーみたいのかな、要は請求上げたもん勝ちみたいな、あそういうことはもう一切許されなくなると。でもさ、だとしてもそもそもね、公金がめて、何かしら団体立ち上げて、ね、反日活動家たちがさ、ね、団体立ち上げて公金がめて、私服肥やしながら、活動資金捻出しつつ、半島に送金してたわけでしょ。 そもそも約束とかかかルルーななんか守るようなやからか自分たちにとって都合のいいようにこのねだって立法行政司法全部取られてんだからさやりたい放題やってきたわけでしょうんってなったら別な手を打つに決まってると思うんですけどもねだから例えば今回のこの東京都でしょね東京都独自ってなったら逆にさらに一方的に好き勝手やっていくだけなんじゃねえのと思いますけどもねうん。 で、これについて暇らさんがね、えーまあ、若年被害女性等支援事業委託からこの補助金に変えることについて、でもそもそもそんな次元の話じゃないと。うん、でまあ、この暇らさんがね、このコラボの定観、えー、組織図、えー、広告義務のある貸、えー、借対象表、まあバランスシートですかね。 事業計画書、弁護士名など、一切読み解けない、まあ、いわゆるこののり弁、もう真っ黒に塗りつぶされて、てかもう塗られてないところの方が少ないぐらいですよね。のり弁どころじゃないですよね、これはね。うん、っていう風にされて、ひまそ、あ、らさんが、非開示、取り消し、訴訟を都知事に行っているこの DV 補助金、これがまさに補助金制度ですよと。だからまあ、東京都、 もうなんだろう、居直って、もうなんかこの態度改めるとか、なんかそういうんじゃなくて、まあ、例えば音喜多さんなんかは、委託金から補助金にすることで、チェック体制が強化されるうーん、でも問題の本質をしっかり追求調査せず、草よを蓋するつもりなら言語道断、国のスタンスも確認していくって言ってるんですけど、まさにその通りなんですよね。うん、だからもう完全に真っ黒じゃないですか、もう見たまんま真っ黒。うん そもそもこの国民から、ね、納税者から、えー、後から説明求められて、ね、見せられないような補助金制度、まあ、この補助金に限らずですけどね、そんなもんあってはならないんじゃないですか。ね。いや、もう、東京都、ね、都知事も都議も、うん、逃げらんねえぞと。うん、で、まあ、このね、あの委託から、だから要はこの委託事業制度をこの改正する意向、 ななわけじゃないですかか東京都からね、うん、でそれに対してひろゆきさんが「おんや」と「コラボに全く問題がない」って言うんだったら、ね、そんなことをわざわざする必要がないっすよねどういうことなんすかねっていうことをまあ突っ込まれちゃうわけですよね。うん、でも、ねまあ、直接とかっていうんじゃないですけど、まあ一切の,その質問とか追及とかに、ねまあ、都知事以下、ね、東京都は何だ説明とかあーそもそも質問にも ね疑問だって都民とか、まあなったらもう国民ですよねうんいや何の疑問にも答えないともうン無視ねだんまり決め込んでえ何かみたいなそういう調子なんですよねうんでは、まあ、さすがにもう暇のさん最初にもう言うてましたけどねこんなもんで勘弁なんかならんとだからまあこのコラボに続いて、えー、この WBP 全部ですよねコラボ以外のねあと3つもう全部にもう住民監査請求だと 素晴らしいですよね。うん。で、あと他に、まあさっきちょこっと言いました、この NHK 党のこの浜田議員ですかね、このガーシーさんの、ガーシー議員のこの懲罰案可決の場において、これ映像があるんでね、もし興味ある方はご覧になっていただいていいと思いますけども、このコラボ問題をこのぶち込んでいくんですよねこのす。この方はこの方ですごいですよね。結構なんかね、それ <laughs>、 <laughs> 例えばこの楽天の三木谷さんとかね、この綾野剛さんとかね、結構もうなんか他の人がもうビビってもう口にするのも、ね、うん、っていう感じの、ガンガンこうね、このぶち込んでいくんですよね。本来、こういう動きをするべきですよね、国会議員の方々はね、特にこの野党の人たちなんかはさ、うん。だからこそなんかこうね、与党、ね例えば今だったらこの自公。 あいつらとは違うねこの国民目線でね、うん、与党がやろうともしないところをこのね切り込んで存在感とね実績積んできてね次の選挙につなげてっていう動きをしなきゃいけないのに浜、うん、田さん以外っていうかむしろもう与野党関係なくどいつもこいつもね甘い汁吸ってた側だから、うん、このざまなんですよねだって実際この議長がさ浜、ね、田君の発言はね 削除。<laughs> 削除ですよ、削除、うん。そんなことはなかったってことにしちゃう。もう完全にね、反日社会ですよね、日本社会がね。うん、まあ、とりあえず、ね、とりあえず、旧統一教会の時と、どうだろう、今のところまだそこまでなんかこう、ポシャりかけてはいない。 ね、もうマスコミ使ってね甘い汁吸ってた側チュッパチャップス界隈ねあちら側はもうどん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 ね封じ込めたりさ、ね、なかったことにしたりさ、ね、違うニュースぶつけてなんかこの興味そらしたりとかさあの手この手使ってね沈静化を図ってますけどもそうはいかねえぞとひまそらさんたちとかあと NHK とのこの浜田さんとかね、うん、いやなんとか応援してね、うん、あのー いやこれもね、なかったことにされちゃったらもう、本当に取り返しのつかないことにっていうか、もう十分なってるのに、それをこのね、正していかなきゃいけない、やめさせなきゃいけない、えー、そういう戦いですからね、うん、なんとかみんなでこのね、この最後まで興味持ってさ、うん、あのー、真相究明、真相究明というか、もう、反日勢のこの撲滅ですよね、うん、淘汰粛清殲滅、だからもう、いわゆる掃除。 国内のこの掃除につなげていきたいですよね。うん。ということで今回は以上ですありされてございました。ではまたごきげんよう。